皆さんこんにちは。今回は北鎌倉にあるアジサイを見に行きました。北鎌倉駅から明月院に歩いている途中で偶然見つけたのは北鎌倉公民館ミュージアムでした。受付を過ぎて中に入ると左側に館内の入り口がありますが、アジサイの小道を歩くのなら中に入らず直進します。鉢植えが多いアジサイの小道ですが、土地場では普通に植えられているアジサイもあります。北鎌倉公民館ミュージアムは福井県の公民館や横浜市磯子区の料亭などを移築して建てられました。磯子区の料亭には三景園の創設者原三景も訪れていたそうです。この建物の周りをほぼ一周いろんなアジサイが展示されています。いつも混雑している鎌倉とは思えないほど静かで落ち着いた空間でした。いろいろなアジサイがあって、ついに足を止めて雨の音を聞きながらアジサイを眺めていました。建物に沿ってゆっくり進むと、本当にいろんなアジサイが咲いていることがわかります。アジサイの小町を見た後は、ぜひ館内の展示も見てください。アジサイをテーマにした絵画は鎌倉を代表するアジサイ風景のものなどが展示されています。作品によって切り取る風景やアジサイの表現も様々なので、夢中になってじっくり見ていると、あっという間に時間が経ってしまった。館内の窓からアジサイの小道を見えるようになっているところがあります。まるでどの園が絵画の額縁のようになっていて、絵画を見ているような雰囲気にさせてくれます。明月院に行く最中で陽照明美術館に行きました。陽照明美術館は陽子自らがイメージした設計案をもとに作られた英国風デザインの美術館です。館内1階にはミュージアムショップや企画展示の部屋になっています。2階に上がりますと、お父さんクロード君とリラちゃんの部屋などがあります。箸の歌を集めた言葉の部屋もあります。ちなみに美術館には毛並みの綺麗な有名な猫の M ちゃんがいます。運が良ければまったり過ごしている M ちゃんの姿が見れるかもしれません。そしてやっと今回の旅で一番楽しみにしてた明月院に来ました。明月院は長谷寺と並ぶ鎌倉随一の紫陽花の名所です。満開の時に約2500株の姫紫陽花で境内が染まり、その淡い青色の花は明月院ブルーとも呼ばれています。明月院は今から約860年前の平安後期に仏称されています。山内利通の供養のため息子の常利が明月庵を建てたのが始まりです。その100年後にその地に鎌倉幕府第5代執権北条時頼が西明寺を建立しました。本堂の右側には有名な悟りの窓があります。大きな丸窓には禅の心と真理の意味が込められていて、さらに宇宙を表しているそうです。境内は国の史跡に指定されています。その後善光寺は明治初年の廃仏毀釈によって廃寺となり、明月院だけが残り今に至っています。実はこれ以外にもまだまだ紫陽花を味わえる場所は鎌倉には数多くありますが、今回は強い雨の影響によってこれ以上鎌倉を観光するのは無理だと判断しました。帰りにきんつばを買って食べながら近くにあるカフェでサンドイッチとお茶を飲んで体を温めてから電車に乗って東京に戻りました。今回も最後まで見ていただいてありがとうございました。この動画気に入った方はぜひグッドボタンと登録お願いします。ではまた次回。